お疲れ。いや、ほんとこのユニット居心地いいな。渡る？どうしてここに？吹雪連隊長と打ち合わせしてたんだよ。ユイトたちが6章の旧病院に潜入したのがバレたら、俺はアジトに逃げ込むって。俺は PC とサイネットがあれば、どこからでもナビできるしな。ということは、吹雪さんはユイトが反逆者認定されることを予想していたんですね。ユイトが反逆者になったら、ユイト隊をナビしてたワタルも、危険だから？ユイトを悪者に仕立て上げるなら、ユイト隊の動きを知っている人間は始末した方がいい。人格矯正されていた可能性があるな。むしろ渡るより俺たちの方が危険だろう。そういうこと。ついでにこのアジトの場所が漏れてないか確認しといた。ここはもともとスメラギ家のユニットだろ。カイト本部長にバレてたらヤバいからさ。今のところは大丈夫みたいだぜ。このユニットを使ってることは兄貴にも言ってない。ただ今後は注意した方がいいな。他にもユニットはたくさんあるから、すぐに特定されることはないと思うけど。それにしても兄貴が俺を反逆者認定するなんて。ユイト、兄貴も政府の人間だったんだって思い知らされたよ。分かってたことだけどさ。まあとりあえず今後は俺がここに常駐するから、このアジトが見つからないようにいろいろ仕掛けとくよ。それより吹雪連隊長から預かったものをなくしてないだろうな。ちゃんと思ってるよ。あれって何なの？荒はばきのパスだよ。一回限りのパスコードを吐き出す端末だ。荒はばきのパス？どうしてそんな大事なものを俺に？吹雪連隊長は生きて帰れないと考えてユイトにパスを預けたのか。吹雪連隊長はあれから何か連絡は？少なくとも旧海抜軍病院を出たところまでは確認できてる。ただその後は全てのシステムから反応が消えちまった。政府に捕まってないといいんだがな。兄さんが吹雪さんを助けたはずです。兄さんなら大丈夫。そういえばカレン元連隊長もルカもベルペッパーだって話、本当なのかな？こっちでも吹雪連隊長のことは探してみるよ。それにお前ら人の心配している場合じゃないぜ。スオーじゃ悪魔だの偽善者だのひどい言われようだからな。物資も有限なんだし、早めにトゲツカ・セーランと接触しないと干上がるぞ。ちょっと前まで英雄だって持ち上げといてひどい話。いいよ、英雄だなんて言われるのがおかしいんだ。それよりみんなには話しておきたいんだけど、俺どうやらもともと無能力者だったらしいんだ。どういうこと？ユイト、超能力あるよね？俺が子供の頃旧海抜軍病院に入院してたって知ってるよな。どうもその時に超能力を後天的に発現させる実験を受けていたみたいなんだ。だからこのところ俺の超能力が変だったのは人工的に超能力者にされたせいなんだと思う。脳への負担がひどいんじゃないかな。でもいいんですか？自分がベルペッパーだったことをみんな僕たちに話して。あ、もしかしてルカはベルペッパーだったことを気にしてるのか。まあ隠したところで本当のところは変わらないし、力が安定しないせいでみんなに迷惑かけてるからさ。別に迷惑じゃない。そうだよ、ただ心配なだけ。それもこっちが心配したいからしてるの。しかしよく話してくれたな。無能力者は
自分がそうであることを周囲に明かせず苦しむ人も多いと聞く。ええ、そうですね。そうだと思います。今後も何か異変があれば俺たちが全力でフォローするぞ。うん、ありがとう。よし、それじゃあ少しアジトで休んで、それからこの後のことを決めよう。みんな、ちょっといいかな。これから先のことなんだけど。渡月に行くか、セーランに行くかって話だよね。ああ、でもセーランはニューヒムカとはあまり変わらないんじゃないかって思うんだ。あのアンプルのことを考えるとさ。だから思い切って渡月に接触してみようと思う。それは渡月へ亡命するということですか？いや、ただ逃げ込むってわけじゃないよ。渡月がどんなところかもわからないし、ただ宗教自治区として独立を保ってきた場所らしいし、スオやセーラーにはない情報があるかもと思って。俺は親父や兄貴と違って、この国の政府、この国の本当の姿を何も知らないで生きてきた。多分今も知らないことの方が多いんだと思う。だから知りたいんだ。そのために少しでも新しい情報を得られる可能性があるなら行動したい。どうかな。隊長に同意だ。アジトは安全かもしれんが、このまま息を潜めていても事態は何も変わらんからな。それに外部から独立しているなら、ユイトがスオーやセイラー重ねに狙われる危険性も低くなるだろう。どんなところかわからないけど、行く価値はあるかも。やや消去法的ではありますが、スオーやセイランからこれ以上情報が引き出せないのは確かですしね。それに僕もこの国の謎に挑む者の一人として、渡月には興味があります。兄さんの真意にも。ねえ、実は渡月について思い出したことがあるんだ。前にね、うちのおじさんが仕事で渡月と取引をしてるって話してたことがあったの。おじさんの海抜群病院とってことか。うん、独立都市って言ってもビジネス上の取引なんかは普通にあるみたい。取引って何を？確か食料とか医療品だって言ってた。今も続いてるのかわからないけど。おそらく取引内容はそれだけではないでしょうね。海抜群病院が絡んでいるとなると、超能力研究や怪異化技術に関わるような何かだろうな。なんか渡月もちょっと怪しいよね。元より多少の危険は承知の上だ。虎穴にいらずんば虎子を得ずというやつだろう。うん、俺もそう思う。花火、大事なことを思い出してくれてありがとう。おかげで慎重に行動できるよ。花火、一緒に渡月に行くよね？もちろんだよ。別におじさんと取引してようが私には関係ないもん。むしろ悪いことしてる連中ならとっちめてやらないと。いきなり喧嘩腰というのはどうだろうな。心意気だよ、心意気。花火が一緒でよかった。花火が一緒だとあったかくなる。そう？ムードメーカー的な。渡月は雪深い山中にあるそうですからね。発火能力目当て。さて、我が隊の目標は決まったようだな、隊長。あ、そうだな。じゃあ渡月に向けて出発だ。
さんか。雪と氷の世界だな。寒い。思った以上に。日々のトレーニングの成果です。電気を使った攻撃は要警戒だ。感電しちまうと動けなくなるからな。もっと鍛えておけば。もう結構来たような気がするけど、渡る、渡月まであとどれくらいだ？まだまだ、ルートの半分以上は残ってるぜ。本当に山奥にあるんだな。ルカ、大丈夫か？はい、なんとか。こういう険しい道程だと、僕みたいな幼い体はちょっと不利ですね。ルカ、俺の後ろに入れ。風よけくらいにはなるだろう。ありがとうございます。僕も玄馬のように鍛えられればいいのですが。ねえ、渡月って、渡月橋の総本山があるんだよね。渡月橋ってどういう宗教なのか知ってる？なんかカルトっぽいみたいな噂も聞いたことあるんだけど。こんな人里離れた場所に本部を置くくらいだ。自然と調和したり精神修行するような宗教じゃないのか。渡月橋の情報はと、月を信仰してる宗教で、死した魂は月へ帰ろうが教団の掲げる思想、開祖は人よポープ。歴史は結構古いみたいだけど、ずっとこの山奥で静かに暮らしてるらしい。ニューヒムカが自治を認めているということは、その程度の小さな存在と判断しているとも取れますね。カゲロウならもっと詳しいこと知ってるんだろうけど、何しろ渡月橋の伝道者だったらしいからな。つぐみ、カゲロウから何か聞いてないか？ううん、カゲロウは渡月橋のことをあんまり話さなかったから。そっか。まあ、渡月は独特の生活をしているようだが、交流断絶ってわけじゃない。門前払いはされないはずだよ。カレン元連隊長もそんな風に言ってたな。歓迎はされないだろうけど、話は聞いてくれるといいな。よし、みんな、渡月までもう一頑張りだ。
注意してください。自爆に巻き込まれますよ。私の送信能力使えるよ、エイト。
いらっしゃった。ユイト様がいらっしゃった。歓迎いたします。こんにちは。なんだか想像してた感じと違うぞ。花火一条様、いつもおじ様にはお世話になっております。はい、お世話になってます。そのおじとはどのようなお仕事を？主に食料や医療品をご提供いただいて、こちらからは物資をお渡ししております。物資？急に訪ねてきたのにこんな風に迎え入れてくれてありがとうございます。俺たちは、私たちの知識にご興味がおありでしょう。え？あなた方は特別なお客様、どうぞこちらへ。僕たちはどうやら歓迎されているようです。なぜかは分かりませんが。渡りに船とも言えるが、さすがに都合が良すぎるな。知識に興味がって、俺たちが情報を求めてきたのを見抜かれてるみたいだな。ユイトと私のことも知ってたっぽいよね。見える範囲で怪しいものや人影はない。でも同時できないところもたくさんある。正直違和感はあるけど、もう少し踏み込んでみないと何もわからないな。さっきの人たちについていってみよう。つぐみ、何か気づいたことがあったらすぐに教えてくれ。渡るもよろしく頼む。うん、任せて。了解、十分に気をつけてくれよ。すごい量ですね。圧巻です。これは本物の書物でしょうか？もし許されるならじっくり読んでみたいですけど。ここは一体？どうぞ歴史と対話なさってください。あなた方の望むものが手に入るでしょう。対話だと？一体誰と話せと言うんだ？この部屋には私たち以外誰もいない。この机の上の本を読めってことじゃない？あなた方は何を求めますか？強化？どういうことだ？なぜ強化の映像が？人命強化、該当件数1件、強化エデンについて回答します。強化エデンは都月で作成されたデザインチルドレンです。何？デザイン？っていうか作られたってどういうこと？デザインチルドレン、聞いたことがあります。確か特定の遺伝子を組み合わせ、任意の外見的特徴や身体能力を持つよう設計された人間だったかと。こっちも調べた。おおむねルカの言う通りだが、理論が提唱されてるだけで実現は不可能とあるぞ。ええ、ちょっと信じられないですね。一階の宗教団体がそんな高度な技術を持っているとは。しかもそれが強化だなんて。強化が渡月関係者だとは聞いたことがない。しかし現にこのビジョンは強化に見えるぞ。この姿は強化エデンではありません。超能力研究者にして脳科学分野のエキスパートである、渡月教会層ヒトリオポープ博士のものです。え、だったら強化とそのポープ博士が同じ顔ってこと？はい、強化エデンはポープ博士を元にして作成されました。ポープ博士が強化を作ったのか？いいえ、ポープ博士はおよそ2000年前に逝去なされ、存命ではありません。2000？ 渡月橋ってそんな昔からあったの？
ニューヒムカが建国された頃と同じ。あ、そうか。じゃあその頃のニューヒムカの情報もここにはあるってことか。あれ、月はあなた方を見守っています。消えちゃった。相手のペースに乗せられてしまった感がありますが、多分これは対話型のデータベース検索端末なのでしょう。そしてこの端末ではさっきのユイトの質問に対する回答権限を持っていないということですかね。じゃあ別のところに座ってみたらいいのか。情報の真偽はともかく、危険はないように感じたが。そうだな。よし、他の端末も試してみよう。今度は俺が座ってみよう。あなた方は何を求めますか。何から聞けばいいか。ニューヒムカが建国されたばかりの頃はどのような国だったんだ。ニューヒムカ建国について歴史の概要を回答します。ニューヒムカは今から2020年前に地球上で箱舟隊の民が建国した国家です。箱舟隊？それは何だ。月から地球へ降り立った移民団の名称です。え？月から？はい、原初の頃人類は地球上で繁栄していました。しかし現在より遡ることおよそ3000年、地球の軌道変化から環境の激変が生じ、人口が大きく減少した時期がありました。種の存続のため全人類は月へと移住し、都市を建設、月面から地球環境の改善を進めました。何を言ってるの。千年に及ぶ改善計画の末、地球環境がある程度整ったため月面政府は移民団を派遣しました。それが箱舟隊です。わけがわからんぞ。人類が地球から月へ行って、それからまた地球に降りてきたというのか。ちょっと待ってくれ、話についていけない。移民団を派遣、つまり一部の人間が選抜されて月から地球へ降りてきたということですか。その通りです。ならば現在も月に人類がいるということになるんでしょうか。なんだって。あれ、月はあなた方を見守っています。もう途中から理解することを諦めたぞ。あまりに荒唐無稽、渡月で語り継がれるおとぎ話と考えたいところですが。俺の情報網にもかすったことすらないぜ。こりゃ渡月橋の経典の一節とかじゃねえの。移民団がニューヒムカを作ったとなると、建国の父ヤクもスメラギも月から来たってことになるんだけど。ちょっと待って、ユイトの先祖が月から来たってこと。このビジョンの言うことが本当だとすれば、現在の地球人類の祖先は全て月からの移民ですよ。けど仮に月の話が本当だとしたら、ニューヒムカはこの情報を隠してるってことだよな。何か知られたくない理由がある。なんか他の端末が怖くなってきたんだけど。これに座るのはもうごめんだ。誰かの視線を感じる。誰もいないはずなのに。警戒を怠らない方が良さそうですね。